日向坂46の埼玉県出身メンバーがお送りしている東京 FM のラジオ番組、ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。毎週金曜20時から20時30分。ラジオならではのトークはもちろん、やらなくてもよい、余計なことまでやってみる。がコンセプト、今後のアーティスト活動、タレント活動、すべてがつながる、未来を見据えたラジオ番組です。11月10日、金曜日の放送は、金村美久が、セカンドアルバム、脈打つ感情に収録された新曲5曲を金村視点で解説しました。パーソナリティの金村美久、日向坂46セカンドアルバム、脈打つ感情、絶賛発売中。金村、今回たくさんの曲が収録されているんですけど、中でも私は、やっぱり新曲5曲が聴きどころかなって思っていますので、1曲ずつ一緒に軽く聴いていきましょう。まずはリード曲の、君は0から1になれ。君は0から1になれ、オンエア、金村、こちらは、センターが佐々木久美さんということで、キャプテン兼センター、ってすごいですよね。これまでの坂道グループの歴史で初だそうです。あとは、パフォーマンス中の久美さんの、背中が超かっこよくて、もうずっとついていきます、って感じさせてくれる曲ですね。ライブ、ハッピートレインツアー2023の福岡公演で初披露しまして、パフォーマンスをしながら、この曲はライブ映えもするし、ライブを重ねていくうちにどんどん成長していく曲なのかなって思ったので、ファンの方もコールとかをどんどん入れて、一緒に盛り上げてほしいなと思います。続いての曲に行きましょうか。一期生楽曲の最初の白夜です。最初の白夜がオンエア、金村、ほう、イントロを聞くだけで染み渡りますね。センターが今回のアルバムをもって卒業となる牛尾紗理奈さんです。今までのいちご星さんの楽曲ってすごくアップテンポでビートもすごく刻んでいるような曲が多かったんですけど、今回は卒業される塩さんの背中を見送るような、綺麗な楽曲ですよね。余計なスタッフ、卒業発表後に、塩さんとは何か話した。金村、発表された後に、塩さんに対する自分の思いをブログに書いたんですけど、その後にを愛して、ありがとう、って言ってくれて。でもなんか、寂しい気持ちはあるんですけど、やっぱりサリナちゃんの人生は輝かしいものであってほしいと思うので、最後にみんなでサリナちゃんを送り出すことが、正しい選択なのかなって今は思います。余計なスタッフ、日向坂46のお母さん、みたいな存在。金村、まさにそんな感じです。いつもみんなのことを気遣って優しく接してくれて、普通の人だったらなかなかできないことだなってすごく感じます。また、サリナちゃんが笑っているだけで、私たちも、今日も幸せだな、って思わせてくれるような、そんな存在ですね。本当に大好きです。ありがとうございます。続いて、2期生曲に行きましょう。2期生楽曲、自販機と主体性、オンエア。金村、センターはこのちゃん、松田好花、です。2期生曲がってダークな曲が多いんですけど、今回はさらにダークな感じがしますね。いつも、反骨精神、みたいに反発している曲が多いです。わら。どちらかというと2期生が、各期の中で、大人っぽい、というか、ちょっと落ち着いたイメージがあるからなのかなって思いますけど。あとはリズムがね、ライブとかだとちょっと乗り方が難しいかもしれないです。揺れてくれたらいいかな、わら。私としては、収録時点で振り入れが、まだなので、この曲調で、どういうダンスがつくのかな。って思ってますね。今の私のイメージだと、コンテンポラリーみたいな、演技っぽいダンスのような感じがしますね。